昨日開幕した黒石ねぷた祭り。三幸公園から中町小見世通りまでを扇ねぷたと人形ねぷた合わせて35台が練り歩きました。訪れた人たちは林の音色に合わせ手を振ったり声援を送るなどして夏の風物詩を楽しんでいました。本当に初めてだったんですけど、この迫力ってリアルで見ると生で見るとすごいですね。地元なのでもう小さい頃から のお祭りの血が騒ぐっていう感じです。黒石ねぷた祭りは来月5日まで行われます。